私はわさび。夫のテツと二人暮らし。はあ、もうすぐ健康診断の時期か。憂鬱だぜ。あら、大事じゃないの健康診断。ただでさえテツは油も好きだし、年に一回なんだから徹底的に見てもらってよね。大事なのはわかるけど、食事抜いたりすんのが嫌なんだよ。腹減るし。別に今のところ不調もないから心配いらないって。そう？残業あるのに飲み会も多いし、20代の頃とは違うんだから気をつけてよ。そんな話をした1ヶ月後、血圧も内臓脂肪も要注意数値。だから言ったでしょうが、これからしばらくは食生活全般私が管理するわさよ。今のうちに見直さないと。明日からお弁当も週2回から毎日に切り替え、節約にもなるし、ラーメンも糖分禁止。飲み会でも唐揚げビールやめてサラダや煮物を中心に頼んでよね。ラーメン禁止なんて生きる喜びを奪われたようなもんじゃねえか。数値が戻ればすぐ食べられるようになるわさよ。私も頑張って健康的なレシピ調べるから。自分の体のためでしょ。一緒に頑張りましょう。早速その日減塩料理を作ったが、味が薄い。食べてる気がしない。これくらいが体にはいいのよ。いつもが濃すぎるの。でも確かに急に味が薄くなっただけじゃ積極的に食べてもらえないかも。明日からはもう少し工夫してみよう。唐揚げ食いてー。はあ、弁当も淡白なおかずばっか。やる気そがれるわ。おお、なんだ鉄、急に健康に目覚めたのか。実は健康診断の結果でカクカクしかじか。ああ、お前頑張って隠そうとしてたのにな。見つかっちゃったか。正常値だった俺は今日コンビニのチキンなんだ。テツも食べたかったらこっそり食っちまえば。そうだよな。俺が会社で何食ってるかなんて嫁にはバレないんだし。なぜなぜ、こっそり買っちゃえ。弁当は食べきれないなら残しちまえばいいって。うめえ。ご飯に合うおかず神。やっぱ白米にがっつり系じゃないと食った気しねえよ。だよな。そこから数日、鉄は毎日お弁当のおかずを残すようになった。鉄、昨日も残してたけど具合悪い？それともやっぱりあんまり食べる気しない？一応レシピ動画とかいろいろ見てるんだけどな。いや、美味しいけど、検査結果のことを俺なりに気にして、ちょっとストレスで食が細いっつーか。鉄が？じゃあ明日からもう少し量減らしてみようか。完食しないのも怪しまれる。病院にでも連れて行かれたらことだし、こっそり会社で捨てて帰るか。こうして鉄は徐々に証拠隠滅を図っては、これまで通り同僚と高脂質&高カロリーなランチを楽しむようになっていった。こってり背脂ニンニクマシマシ味噌。はいよ。よしよし、最近は完食してくれてるわさね。食欲どう？なるべく野菜もオーガニックの新鮮なやつ使ってみてるな。おお、美味しいよ。昼が満たされてるから夕飯が物足りなくても満足できるしな。ごちそうさま。はい。あれ、お箸だけ綺麗なままね。会社の割り箸でも使ってるのかしら。お箸だけ会社で洗ってきた。雑な鉄がわさわさ。わさ、あま気にすることでもないか。さて明日のおかず何にしよっかな。モナスタで流れてきたあれ美味しそうだったな。その翌朝、あれ、鉄のやつお弁当玄関に忘れてる。しょうがないわさね。今日シフト午後だし、パートは間に合う。会社まで届けてあげるか。仕事中だからかメッセージも既読にならなかったが、前にも仕事用スマホを忘れて届けに来たことがあったので、鉄の部署の場所は把握していた。企画部の鉄さんですね。はい、忘れ物。今日の飯どうする？あれ、ちょうどよく出てきたわさ。今渡しちゃいますね。ありがとうございます。鉄、今日はお弁当処理しなくていいのか？処理？あ、今日は平気平気。わざと置いてきたんだよ、玄関に。さすがに毎朝作ってくれたもんを毎日捨てるのも気が引けてきてさ。まあ、ぶっちゃけわざわざ給湯室に捨てるのが面倒くなっただけだけど、そんなこったろうと思ったぜ。てか、お前にも罪悪感とかあった？ははは、少しね。毎日毎日、私が持たせたお弁当って捨てられてたんだ。え、わさび！なんで会社に？まさかわざと置いてったなんて思わないからね。
ね。わざわざ届けに来たんだけど。違う、今のは冗談で。ちょっと俺先行くわ。ちょ、エンジ、どういうこと？お弁当捨てて毎日好きだもん好きなだけ食べてたってこと？健康診断のあの結果見て、さすがの鉄も少しは不安になったもんかと思ってたのに。いいだろ、昼飯くらいは。確かに作ってくれたもん捨ててるのはやりすぎだけど、味気なくても夕飯はちゃんと家で食ってんだからよ。おしゃー、ちんたらしてたら昼休みが終わっちまう。いいからそれ持って帰れよ。俺はコンビニ行く。なにあれ、ひどいですね旦那さん。捨ててた上にあんな言い方しなくたって。私なりに健康のこと考えて作ってたご飯が鉄にそんな風に思われてたんだ。許せー、どう考えても鉄が悪いけど、私のスキル不足も迷惑。見てなさいよ鉄。その日の夜、飲んだ後の豚骨系も最高だよな。俺は断然醤油派。わさびのやつ、まさか弁当の件聞かれちまうとは。キレるってかショック受けた顔してたよな。高血圧が怖くてラーメンが食えるか。ちょ、鉄、何も汁ごと飲み干さなくても。過剰な塩分は筋肉にも良くないよ。帰ったら延々とキレられそうだな。このままビジホでも止まっていきて。いって、なんだ急に胸のあたり。え、大丈夫ですか？やばくない？駅員さん呼ぶ？これ、マジでやべえかも。わさび、ちゃんと帰って謝らないといけなかったのに、あれで最後になっちまうのかな。ピンポピンポ、この最悪のバカ！神経拘束手前だったってよ。あと少し症状が進んでたら危なかったかもって。だから当分ラーメンは禁止って言ったのに。駆けつけた直後、鉄はどうにか目を覚ました。こうならないように、味も物足りなくならないよう改良しようってたくさんレシピ調べて、朝早くから起きて出汁も取ったり麹も使ってみたり、いろいろやってたのよ。わさび、そういやわさびは最近ずいぶん早起きしてたな。こんなことになるまで気づけなかったなんて、俺は心の底から大バカ野郎だ。わさびの努力にも心遣いにも気づかないで、夕飯だってろくに味わおうともしてなかったんだ。最後にわさびに謝れもせず死ぬのかと思ったら本当に後悔して。もうラーメンも唐揚げも絶対にやめるから。いつだからまたお前の料理を俺に食べさせてくれ。盛り上がってますね。何も考えず弁当を捨てたりして本当に悪かった。もう絶対にやらない。わさってくれたら、これからはちゃんと食べてくれるならまた毎朝作ってあげるわさよ。鉄は数日間検査入院の後、食事療法を試みながらの自宅経過観察となった。あれ、ずいぶん早いわさね、珍しい。あ、その、なんか手伝えることない？その、いつもわさびばっかり早起きさせんのもなーって。なんて、わさ、なんだよその顔。いや、嬉しいわさ、一旦死にかけてよかったんじゃない。いいかさ。鉄はなんとたまにだけど早起きして一緒にキッチンに立ってくれるようになった。昼の弁当くらいで大して変わんないように思うけどな。俺今日は焼肉だ。いや、俺は自分が倒れて実感したんだよ。それに見てくれよこれ、弁当めちゃくちゃレベルアップしてうまいんだぜ。うわー、鉄の愛妻弁当綺麗でうまそう。ボリュームもちゃんとありそうだし、いいな。これで減塩？へー。なんだよ、結局油と米と甘辛醤油には勝てないっつーの。それから1年が経過したあたりで血液検査、去年よりだいぶ良くなってたよ。ほぼ正常値だって。ほんと、おめでとう。2人で頑張った甲斐あった。おめでとう。お祝いに今日は2人で久しぶりにラーメン食べに行きましょう。やったー、ラーメン、ほぼ1年ぶりだ。よー鉄。おい、エンジ、検査結果やっぱ悪かったのか。今年になって一気に来たわ。20代みたいに食べても太らないってわけにはいかないんだな。うちの久米は料理もやる気ないし、俺の健康状態なんて興味なさそうだし、自分で何とか医者のアドバイスもらってやっていくしかなさそうだ。
自己管理しろっての。そっか、わさびと集めた減塩レシピを教えようか。結構楽しいぞ、治水。改めてわさびの気遣いとありがたみを思い知ったよ。ありがとな、今日もうまかった。何よ急に改まって。どういたしまして。お弁当って作った家族の思いそのものなんだな。そう言いながら渡してきた鉄のお弁当箱は今日も綺麗に空っぽなのだった。